国鉄式280経過車は、1958年1月23日に、日本車両製造支店で1両のみが製造された、日本国有鉄道及び、日本貨物鉄道に車席を有した130トン、積み釣りがけ式大物車である。1960年に、追加の量が製作されて、この針を用いると165トン積み釣りがけ、式大物車となった。 式280型は、変圧器のような特大貨物を輸送するために、製造された貨車である。式160系の造備車として製作したもので、搭載方法は同じく釣りがかり式である。走行性に、何のある、多軸台車を使用した走り装置をやめて、2クの日車 NC-3 型ボギー台車を2つ、備えた、台車上枠を2つ備えた枕枠になった。つまり、 全部で8つの台車を備えた16軸車である。貨物を搭載しない状態では、車体長 25,796mm であった。荷受量はトラス構造で、溶接と溶接を併用して組み立てられている。空気ブレーキは、手動で石空変更を行う、仕組みの KD203 型であった。初めての輸送に着いた帰りに、 1958年3月18日に、東海道本線の蒲氷高田間で、脱線事故を起こした。試験の結果、釣りかけ、指揮大物車では急ブレーキをかけると衝撃が100トンにも達して心皿が脱落する、可能性があることが判明し、最高速度を、赤車、空車ともに、時速35キロメートルに制限する対策を、応急にとった。これでは、 実用的な運用が困難であるため、本格的な対策として心皿の改造と支柱の搭載が行われた。同様の対策は、同じ時期に釣りかけ、四季大物車全般に対して行われた。この時の支柱搭載により、荷重は125トン積みに変更された。1960年7月13日に、同じく日本車両製造支店で新しい荷受け張りを製作して、 165トン積み釣りがけ式としても使えるようになった。この時に新しく製作した165トン積みの針を式280バイト1、原からの135トン積みの針を式280バイト2と製造順と逆順の番号が振られている。空車時の車体長は26000ミ、mm、リメートルである。入毛量はやはりトラス構造となっている。 富士電気所有の私有化社であった。製造当初は安全液上備で富士電気製造川崎工場で製造された変圧器を各地へ輸送していたが、1962年の千葉工場の開設と1963年の京葉臨海鉄道の開業を受けて京葉市原液上備に変更され千葉工場からの出荷を担当するようになった。2001年に 日本 AE、パワーシステムズの発足に伴って、同社の所有となった。2005年に、全権利れとなり除籍された後も、試験用という形で、工場内で保管されている。2012年8月18日、千葉貨物駅まで四季600と共に改装され、翌8月19日には、千葉貨物駅で行われた京葉臨海鉄道50周年。 記念イベントで展示公開された。イベント終了後は当日中に2両とも返却された。ウィキメディアコモンズには国鉄式280経過者に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。